土曜の渋谷にやってまいりました。顔が違う、なんかさ、飲んでる、うわ、ウコン。可愛く、飲んでくたびに酒が。ウコンってこんな味で、うん、面白い。お通しのバーニャカウダーとシビカラホヤだって、すごい。バーニャカウダ久しぶりに食べる。美味しい。いいね。すごく美味しい。ホヤにも味付けしてると思って。あ、これはホヤ嫌いな人でも全然食べれるやつ。ごま油。香りがすごいしてる、ごま油とかお醤油、なんかちょっと、これ美味しい味が、酒がすごいね。これ生梅醤油ですか。生梅醤油にしてます。ちょっとこれ大きいから切る。美味しそう、ちゃんと、ちゃんと揚げてるね。生梅醤油、美味しい。初めて見たよ。か、すだちポン酢ね。もし、暑いよ。あとからなんか、面白い。美味しい。
ドさん。めっちゃ飲みんねん。あ、そう。でも酢は感じるけど。チュースみたい。スクピーね。軟骨も入ってるんだよ。そうなんだ、うん、やっぱりね、生で食べるのもいいし、あ、おいしい、タレ、タレね、すっごい甘めだから、まーちゃん絶対好き、いえ、うん、おいしい、しそも入ってる、いいよ、うんうん、あ、結構神社する景色してる、そう、うん、うん、ここにね、ビールに超合うって書いてあったんで試してみたいと思います。ホヤ市場一番うまいと思う。あ、すごい高評価だね。あ、ビール超合うね。やばい。いやー、これはいいわ。もう一口ぐらいかな。最初じゃなくて途中で飲むビールがうまい。